世界中の電線を流れるエネルギーから今日も暮らしやものづくりは始まる。だからこそ日立は考える。地球に優しい社会へ。始まりを変えればゴールは近づく。サイレントイノベーション。そんなサイレントイノベーションを支えている日立で働く人を紹介します。お客様の要望だったり、我々からお願いをする工事会社さんだったりとのやり取りだったりっていう中でですね、ありがとうだったりとか、任せてよかったよだったりとか、そういった感謝を言われることが非常に、やりがいになっています。磯崎恵里です。日立製作所カーボンニュートラル事業部フロントエンジニアリング部に所属しています。具体的に、私の、やっている仕事は、太陽光であったりとか蓄電池を組み合わせてですね、いかに効率よくお客様に使ってもらうかというところを考えて提案するお仕事になっています。自分たちだけではこうカーボンニュートラルが達成が難しいと考えているお客様いっぱいおりまして、そういったお客様にですね、自己宅装をご提案させていただいています。例えば太陽光発電を、空いている郊外のスペースに置きました。でそこで電気が発電されます。それを、電力会社さんに通常であればこう売ってしまうんですけれども、その、電力会社さんが持っている送電線を貸していただく形で、自分たちが送りたいところにここに送りますっていうようなことを、自己宅送というような形でやっています。どれぐらいが太陽光で作られてて、どれぐらいが、電力会社から買っていてっていうところは、リアルタイムではどうしてもわからないっていうところをですね、データを使うことによって、可視化ができたり、実際に、お客様のどういった活動が一番省エネに貢献するような活動になってるか分析するっていうところに、やっぱり日立の価値っていうところが出てくるんじゃないかなと思っています。日立にいると研究者が新しい技術を開発して、これすごくいいんだけど世の中に出ないと何の意味も持たないものになってしまうので、それをどうやってお客様に持っていけるか、でそれをこうどうやったら他のお客さんにも価値を認めてもらえるかっていうのをこうずっとこうやり続けて、今カーボンニュートラルに取り組んでるのもありますので、私が見つけて一緒にみんなで育てたものが地球環境に貢献するようないいものであるっていうふうに認めてもらえるようなことになったらすごく嬉しいなと思います。始まりを変えればゴールは近づく。サイレントイノベーション。